こんにちは。今日は2020年の8月の28日、ここは JR 東日本東海道本線の川崎駅です。大変立派な駅です。人がゾロゾロ出てきます。こっちも行こうかな。川崎は工業の街として栄えました。で現在でも多数ですね、工場関係者の人がお勤めです。ただこの駅周辺はどんどん再開発も進みまして、今では工業都市という印象はもう駅前を歩くだけではあまり受けないようになってきています。そして様々な工場が立ち並び、特に東芝の企業城下町として栄えたこの川崎ですが、現在私が立っておりますこの前方のところ、タワーマンションなどが並んでいて、最近ではラゾーナ川崎など本当にですね、様々立派な商業施設とか、一般の民間人が使うような、そういうものがずらりと立ち並んでいて、パッと見た限りではあまり、工業の街という雰囲気は残されていません。でもその名残は探せばやっぱりいろんなところにたくさん残っています。画面の右手が川崎駅の方向で、左手にずっと行けば横浜というところですが、線路の沿線とかに行くとまだやっぱりこういうふうな工場の作りの建物がしっかりと残っています。中にはもう工場としての機能をやめて別の目的で転用されたという建物もあるそうです。そして私が今立っているこの場所ですが、ここは JR 東日本の川崎保線技術センター、昔川崎保線区って言ったのかな、その奥のそこのですね、ちょっと暗くて分かりづらいですけども、この辺りのところに、ちょうど行き止まりになって保線用の車両がたくさん止まっているのが見えます。つまりすぐそこまでレールが敷いてあります。これは昔はそこで行き止まりではなく、またここからぐっと曲がってですね、そして私が今向いているこの方向へ向かって線路が伸びていました。そのかつて線路が敷かれていたその方向に来ています。ちょうど私の今歩いているすぐ右側のこの建物のあたりに線路があって、この道通りに左へカーブをしながらこの先へ進んでいました。どこ行っていたのかというと、京浜工業地帯の一大拠点浜川崎というところで、要は臨港地帯海の方面です。京浜工業地帯の拠点臨港地区と、それから東海道本線の川崎駅を結ぶ重要な路線でしたが、1974年に廃止されて、その後は別のところに新しい東海道本線の貨物線が作られています。この廃線の後をですね、少し辿ってくると、これはすごい、私も来てびっくりしましたけれどね、驚くような景色を見ることができます。ここがいわゆるドヤ街というところ、川崎の日進町地区です。最近作られた新しい建物に混じって、右側秩父館ですかね、左は北野と書いてあるのかな、旅館の名前が外でですね、大きく看板でかけられていますけれど、この鉄道の沿線にもまたこんな旅館があってですね、音は全室テレビ付きと書いてあります。一体これはいつの看板なのかと気になります。そして全室テレビ付きを売りとする旅館というのは一体どうか、普通は旅館というのはテレビはついてるんじゃないかという気がするんですが、このビジネス旅館初音の広告のすぐ裏にもまた末広館という旅館があって、値段を見るとね、またびっくりしますよ。2000円、1900円、1800円。これ1泊あたりの値段です。紐が外へかけられていてね、空室ありますとのことです。じゃあすいません、今安いからじゃあ泊めてもらっちゃおうかな、今日1泊いいですかと言ってもね、そう簡単にはまた泊まれないんだそうです。ここに並んでいる旅館宿泊施設、正式にはですね、簡易宿泊所ということになっておりまして、ここに書いてあります、神奈川県簡易宿泊業生活衛生同業組合、ちょっとすいませんピントがね、ボケてしまいましたけど、ということになっております。でここにいっぱいですね、こんな風にいろんな簡易宿泊所が並んでおります。簡易宿泊所っていうのは、私は法律上どういうふうな定義なのかっていうのはあまりよくは知らないんですが、ともかく普通の旅館とかと比べるとかなり実際に簡単な感じがする。最近で言えば、カプセルホテルとかね、ゲストハウスとかドミトリーとか、そういったところが当てはまるのかなと思います。あとは鉄道マニアの方はね、寝台車を使った宿泊施設とかありますけど、ああいうのも簡易宿泊施設に当たります。あそこもね、値段は2000円もしくは1800円ということになっていました。1泊あたりの値段は極端に安いです。それからこっちもね、同じ様式でご案内と書いてあって、空室ありますとだけ書いてあります。だから空室があるとは書いてあるんだけど、見るとね、向こうのお泊まりどころみゆきとこれ表記が一緒なわけですよね。同じ系列の旅館だということがわかります。昔に建てられた少々古い、さっきのところにね、遠隔も書いてありましたけど、昭和20年代終わりから30年代ぐらいに建てられたものが多いそうです。そうですね、こんな簡易宿泊施設がこの辺りにはずらっと並んでいます。これをまずドヤというふうに呼んでいるそうです。このドヤ街っていうのは大阪の鎌ヶ崎愛林地区とか呼ばれるところが有名で、私はそっちは行ったことはないんですが、宿を逆から読んだもので、宿ほどしっかりしたところではないからドヤという話を私は聞いたことがありますが、
ドヤというのはすごく小さなあのアパートとかマンションとかそういった方向で使うようなものでして、で1泊あたりの値段がすごい安い代わりに基本的には長期での利用が前提ということになっています。そして、まあ、ホテル暮らしをするわけです。それも、かなり簡素な、質素なホテル暮らしをするということになっていて、でそこに自分のものを持ち込んでですね、長く住まうということになります。昔は日雇い労働者とかそういった人が多く利用していたそうです。今でもそういった需要はあります。その他に最近では、1泊あたりの料金、長期滞在の値段が安いということで生活保護の受給者などが利用するということもかなり多いようです。昔はね、もう相当この辺り日雇いの労働者みたいな人がいっぱい来てですね、それでもうそれはそれはすごくて、でなかなか治安もあの少なくとも今と比べるとかなり悪かったらしいんですけれども、最近ではあの住んでる人もかなり高齢化の傾向にあってかなり落ち着いた空間になっていますが、雰囲気はかなり独特です。まずね、あの街の中に裸な人が結構見られるということですね。別になんか怖いこととかは何もないんですけど、さっきは確かあそこのくぼみのところだったかな、あのここにね、あのなんか裸でお酒飲んでたのかな、座ってるおじいさんみたいにいました。あのあれですよ、あのパンツとか履いてるんですけど上半身が裸の方が多い、まあ、そんな風にですね、あの大変面白い状況ではありますけれども、ちょっと泊まるというのはとっつきがたいなというのが、まあ、ドヤ街のですね全般的な特徴で、 YouTube にもね、あの釜ヶ崎とか大阪のあのドヤ街に泊まってみたみたいなのはよく出てくるんですが、あのまあちょっとどっちかっていうと冒険的なあのテイストが強いのかなという印象がありますが、まあ、今回はね、あの企業案件ということで、その中の一つゲストハウスという認識でいいのかな、日進月歩さんを紹介します。ここもですね、この川崎の他のまあ名だたる、ドヤと同じ、もうこれもまたドヤということでやっていたところだったんですが、現在ではそれを改装して普通の人でもね割と来やすく泊まることができる、まあ、その代わりあの値段もちょっと高め、まあ、高めといっても1泊3500円とかね、あの女性用の安い部屋で3000円とかするぐらいなんですけども、そういうふうなですね宿泊施設として一般の方向けの営業をしているというところです。いや、なかなか面白いと思うんですよね。初めて聞いた時びっくりしました。あ、そういうのもあったかと思って、ね、あのドヤ街っていうのはやっぱネットとか動画出しててもあのすごい再生数は伸びてるんですけど、とっつきにくいから自分が体験してみようという気にはならない。それがね、あの手軽に疑似体験できる。でもともと本当のドヤ街としてあのドヤとしてやっていたところですから、建物の特徴とかね、それも当時のままですよ。中にはあの本当にそういう日雇い労働者とか生活保護受給者みたいなそういう人はいませんけどね。ただ間違えてあの普通にドヤ街のあの普通のドヤだと思ってね、ここに泊まりに来るっていう人がいるそうです。で値段を聞いて、あ違うわって言って帰ってくるらしいんですけど、まず中に入ってみるとね、こんな風に置物が並んでたりとか、これロゴマークがあったりとかですね、観光のパンフレットがあって、ここゲストハウスとしてあの海外の人も利用したらしいんです。そのゲストハウスとして使った人のなんか思い出の写真とかですね、それからここの特徴としてアート作品などあります。で、まあ、パッと見そんな別にとっつきにくいという雰囲気ではありません。入った時もね、あゲストハウスだなっていう感じなんですが、これがね、あの中のところを細かく見ていくと、いやいや全然違う。特にこの2階とかね、すごい面白い。まず見上げてこれですけれども、この日進月歩さんは割と最近まで、数年前までは普通にドヤとしてやっていたところだったそうでして、上のところにですね、他のドヤにも同じように掲げられている、まあ本物のドヤだったら1泊多分千何百円とかね、そういう時だった時代からの、注意事項がですねここに出ています。で、まあ、これはあの現役の注意事項でもあるはずですけどね。特にこれがすごいなと思いますけど、酒乱、喧嘩、その他の悪癖のある方の宿泊はお断りいたします。あ、こっちか、署内での飲酒、放火、口論及び賭博は行為は固く禁止いたします。そう、普通にあの賭博とかは犯罪なわけですけども、そう禁止行為の面白いですねこれね。で、そしたらですね、メインの客室は2階になるわけなんですけども、これ分かりますか、階段のね1段が急なんですよね。上がるのがちょっと大変な階段です。それでこの2階の内装がすごいですよ。入った時におおと思いましたが、天井がこの高いこと高いこと、そして2階に客室がこのようにずらっと並んでいるわけですが、もともとはですねこの上のところにも客室がありました。その当時の写真がこれらしいんですが、2階の上にですねさらにもう1階このように増設をしていて、この3階部分は現在では入ることはできなくなっていますが、この向こうのあの扉の裏の中にねこう人がこう入っていったりとかして、ここの裏にももともとは使っていたお部屋があったようです。階段は現在でも残ってますけどね。そして急な階段をですね上がってすぐのところにはこれ
これはその客室の一つなわけですけれども、これは2畳です。いや、初めて見た2畳の客室というのは相当狭いですけど、この狭さがまたいいですね。ここはね、女性専用スペースということになっていて、この旅館で唯一の2畳間、他は3畳間ということになっています。まあ、ここがね、女性専用となっている理由はいくつかあるんですけれども、まあ、まず一つはこれ奥行きがね、2畳ですんで、背の高い男性とかだと疲れてしまう可能性があるということです。まあ、そもそも、こういうドヤというところに女性が泊まっているという例はもともとは聞きませんが、ここは現在では元ドヤであったドヤを改装したゲストハウスですので、その雰囲気を味わいつつ女性の宿泊も結構ね、実際にはあるそうです。本当にいっぱいね、女性が泊まっているそうですよ。で、そういう方にも親しみを持ってもらえるということで、こういうふうなですね、アート作品などもいろいろ飾ってあります。基本各部屋はこのように一人向けということで、二人で泊まる前提の部屋っていうのは多分存在しないんじゃないのかなと思うんですけど、すごいですよね。これもともとね、2階だった建物の上に3階部分というのかな、増築した2階部分を取り付けるということになってまして、こことかね、こういうふうなものでこう取り付けて、で梁とかもこういろいろ縦に入っているんですけども、これ後から作ってね、すごいよく作ったなって感じなんですが、上が落っこしてきたりしないのかな。まあ、ちゃんとね、これはすごい技術のある大工さんがお作りになったんで、それで全部こういう風な形になってるらしいんですが、でそれで全部こういう風な技術を持っているっていう人がね、全部この辺りの旅館を一人の方が担当したそうです。だからみんなこの辺りの旅館は同じ作りになっていて、まあ、要するにここに泊まれば他のドヤの雰囲気も味わえるということになっているわけです。それじゃあ私の部屋の紹介ですけども、私の部屋ももちろん3畳間なんですが、結構ね、派手な内装になってまして、まあ、これ部屋によって内装が違うし、内装を担当した方もね、また違うそうです。いろんな芸術家の方がね、やられたらしいんですが、まあ、私がなんでこの辺にしたかというと、このね、上の3階のところへ上がっていくための、階段のこの出っ張りがあるんで、これがいいなと思ってね、ここを使わせていただくことにしました。この部屋は涼しいんですけど、周りのね、簡易宿泊所を見ていると、全部開いてるんですよ、窓がね。まあ、全部じゃない、閉めてる人もいるんですけど、開いててね。で、おじさんがなんかシャツ1枚とか上半身裸とかになって窓から外見たりとかしてるんですけど、多分それって冷房がないんですよね。でないからそういう風なことになってるんだと思うんで、よそはこうなんだろうな。で、まあ、よく見てみればすごい小さな部屋だ。なんか倉庫に住んでるみたいですね。あ、こんな感じのね、やっぱ物置感はすごくありますけど、でも一方でなんか自分の秘密基地みたいな感じで、少なくとも遊びに来るぐらいのね、こういうちょっと泊まってみるみたいな使い方ではすごく楽しいところです。壁のこの絵よく見るとドヤって書いてある。ドヤ、ドヤ、日清月歩。ちなみにこの日清月歩っていうのはあれです。多分日清月歩って言葉は皆さんご存知だと思うんですけど、この町名がですね、日清町ということになってるから、それで撮ったんだと思います。あとですね、ここからこう下に降りると非常口なわけですが、なんか建築基準法の関係で非常口っていうのは必ず2方向に2系統を設けなきゃいけないらしいんですね。で、これがそうなんですけども、向こうか、改革です。これ大きい、これ非常階段、別に取っても問題ないそうです。こういうところからもしも火事だ逃げろって言われたらね、大急ぎでここからダダダダダとこう降りていくということになるわけでございます。なるほど、確かにお隣もそういう風になってるわ。うん、暗いから分かりにくいけどね、向こうの簡易宿泊もまたここに階段ありますよね。あったまっちゃうからな、すぐ閉めておかないと。いや、まあちょうど京急がガーガー言ってることが聞こえますけど、現在地はね、この辺なんですよね。ここから東海道線が昔こう通ってきたその跡もこの地図のところに残ってるじゃないですか、ね、ここに鉄道、ここに鉄道で東海道本線もあって、さっき旧型の特急1番号系通りましたけど、爆音のねモーターが聞こえてきましたよ、部屋の中まで。それじゃあまたもう一度お出かけ、夕飯の時間です。あっちから東海道本線の音がして、こっちが京急かで、ここも東海道貨物支線だったんですよね、昔はね。もともとね、この日清町っていうところはなんか何にもなかったところらしいんですよ。で、なんか湿地帯だったんですけど、でそこに川崎の駅前にもともとこういう痩せ宿街みたいなのがあったんですが、それを地元のお金持ち の地主さんたちがね、みんな一気にここへ一斉に移転しようということをやって、そして人為的に作られたのがこの地帯だそうです。三方鉄道に囲まれてればね、あんまり環境も良くない、うるさいですしね、こういう風になるのかなっていうような気がします。
さっきもちょっと触れましたけどね、治安はどうなんですか。もう最近はね、事件みたいなのはもうこの辺り一帯では全く起こっていないそうです。で、警察とかも結構注意してね、巡回してくれたりで、家族連れとかね、若い人とかも普通に歩いているし、なんなら新しいマンションとかね、一軒家とかもどんどん建てられているところです。ただやっぱり上半身裸の人が多いんでね、歩くとたまに見かけるんですけど、カメラはあんまり不用意に回さない方がいいな。ここもあれですね、もともとは線路が通っていたところ、廃線の跡ですよ。そう、さっき言った東海道貨物線の廃線跡、それをもう越えてしまうと全くさっきのような雰囲気は突然で見られなくなってね、普通の住宅街かなとか、ここにはもともとなんか大きな工場があったに違いないとかね、そういうああいったものが少なくともないような川崎の街の光景になります。そしてですね、新しくじゃない、今八丁直樹の駅に来ました。京浜急行がねバンバン走ってて、師匠近づくと怖いわけですけど、すごい速さですから、ちょうどこの線路がこの画面の中で一番映ってる左奥ぐらいのところがさっきの廃線跡、目の前のね、東急ストアとかマンションとか建ってるここら辺に、かつての線路があったんですけども、現在の線路はねこの駅の真上で交差しています。また来た、回送電車速いですね。じゃあ行くな。駅の真上にね、今の貨物線ができているというのも分かると思います。駅の上をまたいでいるのが今の線路です。これはね本題とは外れるんですけど、川崎っていうのは結構朝鮮半島から来られた方がですね多く住まってたりということでして、すごい焼肉屋さんがいっぱいあるんですよ。これまだやってんのかな、一応やってるはずなんだけど、安く美味しいみたい、おすすめしてもらったんですよ。ここよし、食べ終わってきましたけど、結構みんな賑やかでしたね。もう世間は最近ああいう感じなんだな。いや私あそこね基本美味しかったんですけど、もう私が致命的な間違いをしまして、めちゃくちゃね脂身ばっかり、もうほぼ 100% 脂身みたいなやつを頼んじまって、それを食べるのが大変だったら、ちょっとあれはきついものがあった。好きな人にはいいんでしょうけどね、普通のやつ頼んだらそれは普通に美味しいんですよ。これ気になったんでね、これ撮ってるんですけども、生活と健康を守る会全生連、生活相談を受け付けております。電話番号の表示が赤で、上の全生連って書いてある、ここも赤だから共産党系列かなと思ったら、普通にここに共産党のポスター貼ってありましたけどね。すごいな、これはもう素晴らしい建物だ。日清町の簡易宿泊施設群はただ地主さんたちが要はああいうのを勝手に営業してるだけなので、別に共産党とか全く関係ないんですけど、そういう人たちがね多く集まれば当然こういう施設もまたできるってことになるんでしょう。早すぎるな。今11時半なんですけどね、この八丁縄手という駅はね大変特殊な駅でして、全然駅の話する必要ないんですけど、京急の改札に入るとそのまま JR の改札とつながってると、京急の反対側のホームに行くためには JR のホームを歩かなきゃいけないんですよ。そして JR の終電はもうすでに30分ぐらい前に行ってしまったんですけども、それでも京急の終電が終わるまではここに立ち入ることができます。ちょっとここで列車が来ないホームでボケっとすると、ちょっと暑いですけどね、気温ね一応30度ってことになってるんですが、この気温はなんか30度って感じ、多分湿度があるからだろうな。列車がどん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 出ていくんですが、ああいいな、この川崎とか東京方面からね荷物を満載した列車が来ると、これ私の中じゃ川崎の街のイメージです。1個満足して見て満足したんでもう降ります。あ、なんか また次が来てるな、これ帰れないよこんなんじゃ。でもこのチャンネルはスーツ交通チャンネルじゃないんでね、あんま電車を深追いするのはやめとこうと思います。電車じゃないんですけど、さっきの八丁縄手界隈にもいくつかねやっぱこういうドヤがありましたよ。このドヤの建物のね、共通点があるんですけども、今ね日進月歩は3階は全部使っていないという話をさっきしました。で2階は使ってるんですけども、今こっち側に人がいないんで電気が消えてますが、ともかく3階の電気が消えています。でお隣なんですが、お隣も、2階にちょっと電気がついてるところはあるようですけれど、3階の電気は消えています。でここもですねまた3階建てのドヤですが、3階の部分の電気は消えていて、
ここもこれもね3階建てなんですけれども、まあ、一番上のところついてるんですが、ここはねなんか窓が全部開いてなんか通路みたいなところだけ電気がついてる。客室の部分はやっぱり電気がついていません。どこの宿もね今では3階の部分に関しては、全部使わないということになっておりまして、そのため明かりがついていないのです。さっき言いましたように、もともとは2階建てだったのを3階に建て増ししたというのがこの辺りのもう大半だそうでして、でまたここをやった時もですね、家はいろいろあるんですけども、もうここと向こうが多分同じ系列みたいな感じで、ほとんど同じような人たちがですね、みんなまとめて作ったんだそうでして、だから構造なんかも似るんですよね。どうやとかなんとか言ってますが、実態としては普通の人の住居なわけですから、人の家を覗くってのはね、あんまりいいことではないし、私もその私生活までを覗きたいとは思いません。そろそろね、さすがにおとなしくしておかないと誰かに怒られるかもしれない、この近隣の人に。よし、じゃあね、もう一応これ夕方もくれるんですけども、これも着替えてですね、ちょっとここ汚いんですが、まあ明日の朝になったらまたやりたいと思いますんで、今日はちょっと1日がすごい長かった。朝の3時ぐらいから起きてずっといろいろ動画撮ったりしてましたんでね、おやすみなさい。あ、換気扇を止めちゃダメだ。ちょっとね、開けて寝ることにしたんですよ。その方が冷房が入ってくると全部閉めるとちょっと暑いですね。はい、そしておはようございます。今日はですね、2020年の8月の29日、8月の終わりですよね。信じられんわ。今年の夏何をした一体。まあ、いろいろ仕事はしましたが、朝になりました。皆さん仕事にやっぱり行かれるのかな。でも今日は土曜日だからね、仕事もお休みっていう人ももしかしたらいるのかもしれないし、でも土曜日でもじゃあ別の仕事するって人もいるでしょうね。あ、向かいのドヤはあれなんだな、2階のところクーラーの室外機がね、明らか増設されてる。前はあれなかったんでしょうね、増設してサービスアップしたって感じだな。いやー、今日も暑いね。ここはねこんな風にエアコンがあるからいいですけど、あ、すいません、1点だけね紹介してなかったんですけど、ここお風呂がねシャワーということになってまして、増設したのかな、ここだけはすごい新しい感じ。前はどうしてたのかっていうと、前はね別のところにお風呂があったんですが、現在はそのお風呂はロビーに変えられています。降りるときもちょっと斜めになって降りないとな、少し怖いな。ハイトリグモがいますね。今ねお風呂はこういう風になってまして、まあお風呂のそのまま仕組みで残ってるんですけども、お湯とかはね出ないそうですね。周りは全部こういう感じ、ロビーとかね今になっていて共用スペースでございます。宿のお世話になった皆さんに挨拶もしてチェックアウトをしてきました。これ昨日ね、これ全部ドヤ街のところですけども、やっぱ今日は休みの人が多いみたいですね。窓が結構たくさん開いてるもんな、人がいっぱい歩いてるね。そういうところでカメラをぐるぐる回すとちょっとそれも失礼なのかなと思うので、なるべく人のいないタイミングを見計らってやってますが、帰りはね電車で帰るんですけども、土曜日だから空いてるといいんですけどね。まあ空いてるか。